大きいお腹だな。皆さんこんにちは、大分の高千穂方です。今日は今これ福岡県福岡市博多に行っております。今日はですね、この後博多でモーニング娘。新曲発売、心らの体などですねの ZDA 全国同時握手会に来ております。福岡はですね、リーダー福村瑞希ちゃん、12期の牧野マリアちゃん、そして新加入15期の岡村誉れちゃんの3人とも、まあ非常に人気の3人が来ました。結構セクシー系な。で、私実は6月の全国同時握手会で同じく福岡で、福村瑞希ちゃんとそして牧野マリアちゃんやってるので2回目です。で、牧野マリアちゃんに関しましては、まあ大分、6月で大分行ってますので3回握手してます。でも大分では2回したんですけどもね。そしてまあこのね、ユニオン、来てますけども、秋ツアーも宇佐に行って、わずか1ヶ月ほどでまたお会いできるとは、半年でしかも握手までできるとは、これは嬉しいですね。ちょっと今汗かいてますけど、今カラオケでテンションを上げてます。そしてこれから今から行きますが、さあ一体どうなるのか。なんとか握手券をゲットできました。まあトークショーはちょっと入れないというオチではございますが、皆様お楽しみに。それでは行きますよ、どうぞ。というわけで、まあ今現在ですね、2019年12月15日になりました。握手会が終わって今大分の家に帰ってきて、今1時ですけどね、もう今のうちにね撮っときますよ、思い出をですね、冷めやれぬうちにこう収録をいたします。まあ福ちゃんとマリアちゃんはもう実は2回連続なんですね。私もだから2回連続こうもう今年のうちに握手をしました。で、岡村誉れちゃんがついにデビュー15期でございますね。まあ本当ですね、まあモームス好きになって約、まあ、ちょうど半年ぐらいなんですけども、まあその間に握手と、そして USA 公演ですね、この秋ツアー心の体のツアーにも行きましたし、そして今回の ZDA にも行きました。本当なんか私恵まれてるなというふうに感じております。まあ、特にあの牧野マリアちゃんはね、可愛いですよ。あのまあ、牧野マリアちゃんと6月握手して、まあ、ハマったというのが事実ございますから、だから今年に入って、3日間で4回握手、大分の時に2回しましたので、まあ、本当に嬉しいなと思ってます。今回の秋ツアーでですね、まあ、大分の宇佐 USA 公演に行った際の動画を、まあ、ご紹介いたしましたが、その際に一緒に行った先輩ですね、帰り推しの太田ですが、の太田の先輩に、まあ、今回も一緒に行こうとお誘いしたんですが、まああいにくですね、まあ、ちょっと予定が合わないということで、今回はなくなく残念、断念されまして、で私一人で行ってまいりました。その時のですね、LINE がすごいんですよ。もう名言が出ました。推しのために今日も働く。今回も、博多駅近くの HMV さんで行われました。まあ、前回も6月の時もそうだったんですが、まあ、正直な話キャパが狭いんですよ。そのイベントスペースが100人ギリギリ入れるぐらいの狭いスペースでございまして、あとはずっとですね、まあ、本棚の近くからこう覗くわけですよ。イベントステージがあって、その奥にまあ本棚とかですね、書店のコーナーがありますけども、まあね、やっぱ福岡大都市でございますし、アクセスも九州ね、いろんなところからアクセスが良いものですから、もうたくさんの歌が集まるんですね。まあ、私午前中に大分県の湯布院でですね、青年団のお仕事があって、まあ、お昼前に湯布院出発して、結果的にですね、その HMV の博多に着いたのが 2時40分だったんですね。14時40分、15時から、ですね、その CD 予約握手会とか、あの優先席のですね、まあ、特典チケットのある CD の予約が始まったんですが、もうね、その時点で400人ぐらい来てましたね。もう正直もうやっぱ相変わらずやっぱ皆さん早く並んでますね。イベントスペースがあるのですが、6月の時はまあ特にですね、仕切りもなく、まあ要は本棚のところでですね、それ以外の要はステージブース以外でもちらっとですがメンバーの姿を確認することができました。ただ今回は黒い仕切りですね、こう、ブラインドですね。ですね、ミスじゃないですけども、それで仕切られてまして、原則中見ることできませんでした。もう非常に残念でした。
まあ、いろいろトラブルもあったんでしょうけども、だから基本的にもう音漏れを聞くしかなかったんです、トークショー。ただその中でも冒頭、トーク会の冒頭で、チラッとね、私は、まあ、ある程度斜めからこう見える位置でいたんですけども、チラッとこうブラインドが開く瞬間があって、その時にマリアちゃんと目が合ったというか、マリアちゃんこっち見て気づいてくれて手振ってくれて、すぐ、ああそっちにも奥にもいらっしゃるのと言ってね、あと福ちゃん、みずきちゃんも、今日もなんか外にいられない方がね、中に入られない方が外に待ってくださってるんですね、まあ中に入れることできないんですかねって訴えたんですけども、まあ結果的に仕切りを外すことはできずにですね、まあ音漏れを聞いています。ですのでトークの内容があまり実は入ってないんですよ。ですから、まあ、今からトークの内容をご紹介いたしますが、もう本当部分的です、または抜粋してます。で若干ツイッターなどからもこうよりすぐりの内容をご紹介いたします。まず新曲についての、まあ、メンバーからご紹介がございました。今回ですね、モームス A 今度20になって2020年1月22日にシングルを発売いたします。このシングルは実は両 A 面というか、3つのシングルが全て A 面のスタイルでございます。まず1つが心&体、次にラブペディア、そして人間関係ノーウェイウェイの3つでございます。で現在ですね、心と体というのはミュージックビデオがモーニング娘。の公式の YouTube サイトでご確認いただけます。実際もライブのこの秋ツアーでもですね、私は見ました。トップの曲でしたが、非常にまあパワフルというか、ダンスブルというかですね、明るい曲でございます。でもう一つ、残りの2つでございますが、ラブペディアと人間関係ノーウェイウェイにつきましては、これモームスとしては初めての試み。実は同じ音楽、同じ曲なんです。ただし歌詞が異なっているという、まあ、双子のような曲で似て非なるものの曲という、まあ、面白い試みで私も楽しみでございます。この間の12月5日の代々木では披露されたという噂も伺っております。実際ただですね、メンバーもやっぱりこれ戸惑っているようというか、実際にこうリハーサルしててもこう間違えるそうですね。あ、これは人間関係の方だったとか、ラブペディアなどの人間関係の歌詞が出てきてしまったということもやっぱりあったそうです。まあ新しい挑戦するっていうことはですね、なかなか難しいことでしょうけどね、まあけど面白い試みだと思いますし、あのですね、もう一つ、あのラブペディアについて水木ちゃんはウィキペディアと何回も間違えていましたね。なんかこうついついウィキペディアと間違えちゃうかもとかいう話が非常に面白くて、ね、会場が盛り上がりました。そこら辺ですね、福ちゃん可愛いですね。まあ後半ですけども、会場からまあ様々な質問をに答えるというトークでございました。まあいくつかですね、いろいろあったんで ね、グルメのもう話などありましたし、こう曲についての感想などあったんですけども、まあその中で一つ、まあですね、せっかくまあ15期の岡村ほまれちゃんが加入しましたし、まあ、九州にね、お越しくださいましたので、まあ、あの、質問の中で、先輩方、まあ、ね、福村瑞希ちゃんと牧野まりあちゃんは、岡村ほまれちゃんのことどう思ってますかと、逆に岡村ほまれちゃんは、その先輩の二人をどう思っているのかという、やりとり、まあ、質問がございました。例えばですね、まず、ほまれちゃんが、は、福ちゃんについてどんな人かというと、まあ、お母さんのような人ということですね。なんかもう分かりますね、気持ち分かりますよね。もうリーダーですし、このなんか福ちゃんのね、こう落ち着いたオーラというのがやっぱりメンバー内でもこうあるんでね、感じるんでしょう。で一方福ちゃんはですね、ほまれちゃんに対してまあ非常に感情が豊か、感情を素直に通せる人ですね。あの15期同士山崎めいちゃん、パンダさんとね、こうほまれちゃん喧嘩してね、あ次の日っていうのは大体岡村ほまれちゃん熱出してるそうなんですけども、それほどもう気持ちに素直っていうかね、感情素直に通せるすごい子だというお話でした。続きまして、ほまれちゃんはじゃあ今度牧野まりあちゃんってどう思っているのか。もう牧野まりあさんはとにかく優しいと、そしてもうスタイルも良くて、こう顔もちっちゃくて、もうモデルさんみたいって言ってまして、会場も大爆笑ですね。マリアちゃんだったと思うんですけどもね、いやほまれちゃんだってスタイルいいし顔ちっちゃいですよって話もなりましたし、ね、みずきちゃんはなんかこうなんて言ったか忘れましたけどなんかみずきちゃんも面白いこと言ってましたし、ね、非常にこう賑やかでした。
で、まあ、マリアちゃんはそのホマちゃんについてはもう喋り出すと止まらない子だということで、もう本当に面白い子だというふうに聞いております。いや、この本当3名も見る限り、もう本当ね、リーダーというかベテラン層と、まあ、中堅と、そして新人と、もういいバランスですし、本当に賑やかでお互い楽しそうでしたね。これ見ても本当安心しました。まあ、まあ正直なところですね、今回のね、この3名本当ね、もう美人で、そしてまあこれから紹介しますけど神対応で、本当に素晴らしいですね、メンバーだと思いました。これはもうね、2-0応援したいですよね。まあ、非常に、まあ、トークの内容から本当に賑やかで、会場も盛り上がって楽しいトーク会だったようです。見たかったなですね。牧野マリアちゃんから始まりました。まあ、牧野マリアちゃん、岡村ほまれちゃん、福村瑞希ちゃんの順番で握手です。でですね、まあ、その握手なんですけども、福岡本当ですね、申し訳ないですけど早すぎます。もう1秒もないぐらい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございましたって、こうなんかこう善玉菌ってあれですけど、人がどんどん動いてて、ちょっとね、大分の時みたいにこう会話ができず残念だったんですが、まあ、その中でも一番ねトップバッター、牧野マリアちゃん、やっぱり美しかったです。まず第一印象を見た瞬間に、6月と比べてかなり大人になったなというイメージを感じました。というのが、まあ、目元ですね、まあなんかアイラインとか変えたんでしょうか、まあ、私男性なんでよくちょっと化粧のことはわからないんですが、結構あと黒い眉毛でこうしっかりとした眉毛になってまして、6月の時はこう天然キャラですんごい可愛らしい美少女というイメージでしたが、今回見た時はですね、大人になったなと、もう目つきがこうかっこよくなってるなと思いました。でこう、ね、握手だったら通常こう真正面でお願いしますなんですけど、まあ、マリアちゃんちょっと斜めこっち向いてから、私の方向いてくれてから、はい、どうもありがとうございますっていう感じで対応してくれたの本当ありがたかったですね。まあ時間あればちょっとね、今日野球のユニフォーム着てますけども、野球のネタもしたかったんですけどね、いかんせん早すぎました。けどやっぱマリアちゃんは可愛い、そして神対応。続きましては15期新人の岡村ほまれちゃんです。ごめんなさいね、お名前ちょっと噛んでしまいました。岡村ほまれちゃんです。まあもちろん15期、ね、夏に入ったばっかしです。で今回の秋ツアーからデビューということで、そしてついに全国同時握手会にもデビューですね。まあもうほまちゃんは本当すごいんですよ、ステージとか見ると。まあ、私ね、正直なところ15期の中では、まあ、一番推しは北川梨央ちゃんですけども、このツアー見て、そして今日の握手会見てもかなりほまちゃんこれ来ると思いますよ。もうスタイル本当良くて、顔もちっちゃくてですね、まあ今日2番手握手でしたけども、まあマリアちゃんとこの後出てくる福村瑞希さんにはもうありがとうしか私いなかったんですけども、もう、ほまれちゃんに関しては、頑張ってっていうふうに私言いました。そうすると、こう、ほまれちゃんがこう、けなげに、ありがとうございますって、すんごいね、顔をね、こう合わせてくれて、そして、ね、こう、なんていうか、ほんとなんか中学生なんで、こう純粋ですよね。まあ、マリアちゃんと、みずきちゃんが、まあ、大人っぽい感じであれば、このほまれちゃんは、ほんとに若々しくて、なんかこう、笑顔が似合ってて、ほんと可愛らしいですね。こう、キュートな方ですね。これから多分本当次期エースとかなるかもしれませんしですね、頑張ってほしいと思いました。本当にまあ素晴らしい子がモームスに入ってくれたなっていうのはちょっと嬉しいです。最後がですね、リーダーの福村瑞希ちゃん、こちらですね、見えますかね、こちらの方、本当ピンポそうですね、秋ツアー買ってたんですが、一緒に行ってた先輩にあげました。先輩瑞希ちゃん二押しということでありましたので、まあね、福ちゃん、前回ですね、6月の全国同時握手会の際は、最初ではトップバッターだったんですね、3人おる中でですね。もう要は実は、モームスの中で初めて握手したのが福村瑞希さんでした。もうその時はですね、本当神対応で、どうもありがとうございますっていう感じでですね、本当、こんな感じでやってくれて嬉しかったんですが、ただですね、まあ、その、6月の時っていうのは結局何もそんなに予備知識もないまま、まあ、とりあえずはなんかモームス、私なんか僕らの世代のですね、もうトップアイドルが
握手会できる、しかも大分とか福岡や、ね、地元九州に来てくださるっていうのが嬉しかったですし、まあたまたまグラビアで、あ、牧野マリアちゃんってなんか聞いたことあるなっていう興味で行ったんですね。だからその他のメンバーのことは本当興味なかったです。興味なかったとか知らなかったですね。だから結構実は6月の全国同時握手会が終わって、その後まあモームスのことをいろいろ知り始めますけど、夏にかけてですね、結構後悔したんですよ。そのメンバー知らなくて握手したけど、やっぱ福村瑞希ちゃんね、リーダーですんごい神対応だったけど、もっと事前に情報してたら、こうね、心の準備というか、もっとこうより高揚感というかですね、すごい貴重な経験だったと思うんですが、まあ、改めて今回、まあ、秋ツアーも見させていただいた中で、メンバーのことも私結構14名のことを今ですね、こういろいろ調べて覚えました。で、その中でこの握手に行くというと、やっぱりこうまた嬉しいというか、この落ち着いてもできますし、ああ、いつも毎日、まあね、動画で見てたりとか、CD 聴いてたりしてた、モームスのメンバーがついに目の前で一緒に握手できるっていう、この高揚感とか嬉しさっていうのは分かりますかね。やっぱりこう、事前に知ってるメンバー、応援してるメンバーと、ね、まあ心持ち持っていくとですね、より一層嬉しくですね。もう今回もやっぱ、ね、福村瑞希ちゃん相当神対応で、最後は。今回はこう落ち着いて、ありがとうございますって感じで、ほんとリーダーというふうな貫禄もありました。もうやっぱ嬉しいですね。ですから、まあ、今回この3名ですね、本当に神対応で、そしてなんていうかですね、笑顔素敵で、ほんと楽しいトークもあって、ほんと面白かったですね。もうね、福村瑞希さん、牧野マリアさん、岡村誉さん、ありがとう。本当ですね、こう九州に来ていただいて、まあ、縁があってですね、っていうことは本当感謝をいたします。本当嬉しいですね、こうやって触れ合えることがですね、まあどうでしょう、メンバーにとっても多分嬉しいな、嬉しくなって、ね、いてほしいなって思いもありますし、まあ何よりもやっぱ私たちファンもですね、モーターもこうやってメンバーたちが、ね、直接触れ合って、ね、まあちょっと今回の福岡はね、本当一瞬でしたけど、ね、もうちょっとね、こう2、3秒あってこう会話とか挨拶ができれば、もっと身近に感じられて応援したくなる、そんな感じがします。でも最後でございますけども、今回まあ全国同時握手会 ZDE を行ったのは2020年の1月22日に発売されますモーニング娘。20のですね、ニューシングル、通算でいくと68枚目らしいんですけども、今回心体、心縁の体、そして、何でしたか、恋愛ペリアかと、人間関係ノーウェイウェイの3曲ですね、まあトリプル A 面でございますので、まあ、それをですね、ぜひ購入してくださいという意味で、よろしくお願いしますねと PR のために行われました。ぜひ皆さんも、ですね、よろしければ、まあ、宣伝にはなりますが、1月の22日モーニング娘。の20新曲買ってください。私も早速予約しました。まあ、予約したから握手もできたということではございますけども、まあね、いろいろと、まあ私も本当縁があって、こうやってまた、ね、中学校、高校時代のトップアイドルにまた興味を持ったということは非常に嬉しいですし、こう毎日やっぱ楽しみなんですよ、いろいろ。モーニング娘。のこととか、まあ少しずつですね、このビヨンズとか、ジュースジュースとか、こう、ハロプロのこともこう知っていきたいなと思いますし、まあそうやっていろいろと、楽しみが増えるというのはやっぱ人生豊かになります。そしてまあやっぱ毎日が生き生きしますし、まあなんかこうね、趣味を広げていくっていうことは本当大事だなというふうに思いました、ね。まあ、ちなみに今これですね、収録した1週間後はですね、今度大分でスターダストレビューさんのコンサートに私参加することになっております。まあモーニング娘。のね、若いアイドルから今度は大人の男性のですね、まあ、本格派バンドコーラスを聞いてですね、楽しむわけです。で、2月はこのゴスペラーズさんやディーンの皆さんともう交流しますし、まあ本当ですね、いろいろ私自身もまあチャンスがあればいろんなやっぱこれから音楽も聴いていきたいなと思いますし、まあ皆様もですね、そうやっていろんなですね、アーティストに興味を持っていただければと思いますし、この動画を通じて例えばモーニング娘。のファンの方がじゃあディーンのことも興味を持っていただけるようになるなっていう、こう
どんどんこう広げていく役を私はねしていきたいと思っておりますし、逆に皆様多分ね、もう太田の本当ガチ勢の方とかですね、いろいろたくさんいらっしゃると思います。いろいろ私にアドバイスも教えていただければありがたいですし、一緒に楽しくこれからも応援をしていきましょう。ということで、今回はモーニング娘。20の新曲に伴う ZDA 福岡会場の模様をお伝えしました。さあ次回モームスいつ会えるのかな。福岡ちょっと2月15、16のハロコンは私行けませんので、まあなんか今度春ツアーでですね九州に来てくだされば、まあ、もしくは東京とかもまた余裕があれば行きたいんですけども、これからもモーニング娘。今度ワンナイカ20に変わりますけど応援したいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。それでは最後、動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、そしてもしくは高評価、グッド、いいねボタンを押していただければと思います。これからもよろしくお願いいたします。それではまた。早く寝よう。